spite of the ache, I rise up and I do a thousand times again. それでは推薦者の奈良橋さんより杉崎花さんを選出された理由をお聞かせください。どうも奈良橋です。杉崎花さんを、推薦したのは、まず3つの理由があります。1つは演技を大好きなんですね。でいろいろ辛い時も出てくると思うんですけど、本当に大好きっていうことが、言動、行動につながっていくと思うんですね。まずそれ、それともう一つは花さんは本当努力する女優だと思います。とことんまでいろいろ調べたり、この役はどうやってできるかっていうのを本当研究して、本当一生懸命やる方だと思います。で最後3つが、これがなかなか、本当素晴らしいことなんですけど、役者やっててもなんていうんですかね、この生き生きした生命力あふれた感覚がすごく、大事だと思います。一番大事かもしれません。だけどそれはどこから来るかって言ったら、やはり本人の魂からだと思うんですね。自分を本当に使って、何か見せようとか、頭で考えて何かやろうとじゃなだけじゃなくて、本当に全身使って表現しようとするのが生き生きした生命力あふれた演技になっていくと思うんですね。それがやっぱりキャスティングやってる時にそれをすごく探すんですね。でなのでその3つの点で花さんが本当に持ってらっしゃると思うので、今後未来に、もうずっと年取っていくまで本当にその演技で若い人たちにインスパイアするっていう社会に大きなやっぱり責任があるんですね、役者さんっていうのは。なので、ぜひ続けて一層力強く、日本は今本当にそうやって積極的に動いて表現していくのが必要だと思うんですね。もう受け身じゃなくて消極的じゃなくて、もっともっとリスクを取って、もっともっと海外にも、いろいろ進出して、ぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。それでは奈良橋さんよりトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。さあ杉崎さん、今のお気持ちをお話しいただけますでしょうか。こんばんは、杉崎花です。とっても素敵な賞をいただいて、そして本当にパワフルでバイタリティあふれる奈良橋さんからありがたいお言葉をいただいて本当に光栄に思っております。それから栗神さんに今回お写真を撮っていただけたこともすごく幸せでした。もしも自分自身が輝けていたとするなら、それは作品や役や、そこに携わった方々との出会いが本当に大きいと思っているので、その素晴らしい数々の出会いを丸ごと祝福していただけたような気がしてとても嬉しいです。私にとってとても心に残る作品となったものを見てくださって、奈良橋さんが推薦してくださったっていうことをお聞きして、なんかこう作り手が感動しながら出来上がった作品というのは、やっぱりその、ときめきみたいなものが物語に映るんだなっていうことを改めて感じさせられました。これからもそういう作品に一つでも多く携わっていけるように頑張りたいなと思います。1年の締めくくりにこんなに華やかな場所に呼んでいただけて今日は本当に幸せです。ありがとうございました。
ありがとうございました。杉崎花さん、奈良橋陽子さんにもう一度大きな拍手をお送りください。